どうやら財団はあなたを完全には信用していないようですな。ま、それはあなたも同じでしょうが。あなたは彼らに内緒で勝手な行動をし、逆に彼らはそれを事前に知ることができるのですから。差し支えなければ財団について詳しくお聞かせ願えますか。なんせこれから船長が向かう場所でもあるのでね。財団は今のところ全ての施設の中でアルカニストに最高の待遇を提供してくれる場所、これは確かなこと。財団は数年に一度世界各地からアルカナムの才を持つ児童を選抜するんだ。孤児院や少年院、さらには刑務所にだって出向く。私もそうだった。物心ついた頃から己が一人だと自覚していた。1999年あの最初のストームが訪れた日、私は母を見た気がした。あんたお袋いたのか。わからない。私たちはみんな1999年に関する記憶がうやむやで、確かなのは母はどこかの実験台の上に寝かされていて、その周りをたくさんの医師が取り囲んでいたことだけ。彼らは母と私の名を叫んでいた。それ以外の記憶はない。その後誰に聞いてもそんな人はいないの一点張りだった。前にも言ったように施設に敵意があるわけではない。ただ真実が知りたいだけ。1999年一体何があったのかを。先ほどの承諾はその場しのぎだって分かっている。もちろん行きたくなければ今からでも君たちを逃がすことは可能だ。ちっ、いいって。考えてみろよ。あいつらがあんたの行方を追跡できるのなら、今後もあんたの仲間になった者はみんなあいつらの監視下ってことになるだろう。そんなのキリがない。見つかるたびに全員逃がすなんて無理な話だろ。それってふん、あんたといても損はなさそうだし、このレグルス様に感謝するんだな。それに分かったんだ。ストームが存在する限りこの世界に本当の自由なんてないだろ。どこに行っても逆光から逃れられないのなら、財団に忍び込んでたんまり調べるのもありってな。それに最高の研究設備を提供してくれるんだろ。楽しみだぜ。なんせ研究したいものが山ほどあるからな。わかりました。そういうことでしたら私は船長の意思を尊重します。この世においては公的機関に身を寄せた方が何かと有利かと。もともと財団と敵対関係にあるわけではないですからね。ねえ、なんかいいって。私としてはストームの存在に俄然興味が。じゃあ手続きが済んだら早めに戻ってきてね。財団は出入り自由だとはいえ守備が厳重な場所でもあるから。そうですぞ。私たち昨日までは海賊兼指名手配犯だったのですから、気をつけるに越したことはありませんぞ。アップル、お前は一緒に来なくていいぞ。
大切なものを預かってほしいんだ。ちょっと来てくれ。むむ、このアップルめにお手伝いできることがあれば何なりと。すみません、タイムキーパー少しよろしいですか？